泉州市、泉州市は中華人民共和国福建省に位置する地球市である。かつては海上交易の中心地として繁栄し、イブン・マトゥータやマルコ・ポーロはこの都市、ザイトン、イタリア語、ビンナン語の繁栄を記録に残している。ザイトンは街路樹の油切りがある町とアラビア人が命名し、ヨーロッパに伝わった名前。泉州は別名小差し切り、 音量ともいい、福建省島南部にある。市内に大雲山脈があり、進む江川が流れる。近隣の都市としては、約150キロメートル北東の福州、75キロメートル南西のアモイなどが挙げられる。夏、正代には、洋州に属した。州代にはと呼ばれた。春秋時代、前770年前403年に、古市。 前六百年前三百三十四年の領土となった。戦国時代、前四百七十五年前二百二十一年になると、前三百六年に、諏訪江が越を滅ぼし、百越の土地に、越人が流れ込み、古史、前三百三十三年前百十年が成立。新代、前二百二十一年前二百七年の前二百二十二年に、中軍を設置。 開発が行われこの土地に本格的な行政区が設定された。260年、永安3年に、呉により、東安県、現在の南安市が設置された。精神、265年から316年末に、発生した中原における戦乱、八王の乱により、中原より移民が多く流入し、中原の先進的な技術や文化をこの地に伝えている。 両の転換、年間、502年から519年には、南安郡の軍地が設置された。南北朝時代には、陳、557年から589年により、州が設置された。589年に、隋が先州と改称した。606年に、州に戻され、607年に、県安郡と改称されて軍政が施行された。東大、 618年から907年に修正が施行されると700年、久し志願年に武衛州が設置され、711年、慶運2年に再び、泉州と解消され現在までこの名称が使用されている。東大には、ベトナムやインド、アラビア半島にまで及ぶ海上交易ルートが確立し、名州や広州と並ぶ貿易港となった。760年の矢、 878年のの影響で西方への国際貿易が先州や福州に集中した。909年に王新地が福州で国を建国。しかし、その後の内乱で福州の治安が悪くなると先州に国際貿易が集中するようになった。1279年に崖山の戦いで南宋。 1127年から1279年が滅亡すると、元朝、1271年から1368年に協力したアラブ人のカバノコトブキカの絵が徴用され、港湾都市として発展した。当時の道、海のシルクロードの拠点として、漢人の他にもアラブ人やペルシャ人などが居住する国際都市として発展し、アラビアンナイトにも船乗り、 シンドバットの住む部隊として罰することからも中世、イスラム世界にも知られた都市であったことが推察され、またマルコポーロの東方県軍録にはザイトンの名称で紹介されている。14世紀にはイブンバトゥータも訪れ、三大陸周遊期に約100層の大型ジャンクと数えきれないほどの小型船が停泊する世界最大の港と記している。秋よ。 1368年から1644年には、海岸線の交代に伴い港湾都市としての機能が失われ、海上交易の中心地は、長楽やアモイなどに移行していった。一方で、英楽ミカドの地勢の頃から、テイワが当時南洋と呼ばれた東南アジアの、現フィリピン、マジャパヒト王国、現インドネシア、マラッカ王国、現マレーシアとの貿易を、 海賊から保護しため、南洋へ労働者として赴き、家境、家人となった人も多く出た南洋貿易。泉州は、琉球からの貿易船の指定校でもあり、召喚、来園駅、泉州琉球館があったが、1472年に復讐に移った。現地では、南安、恵安、英春、新興など、出身地ごとに、同郷コミュニティを作り、会館を建てて、 経済的や人的サポートを行った。中には、ゴムのプランテーション、食品加工、新聞発行などで、財を成した者も,もいた。中華人民共和国成立後は、行政改変が相次いだが、1986年1月に、地球史としての専州史が成立し、現在に至っている。4市かつく、3研究、4、5件が設置されている。 先週は、福建省の経済中心地であり、GDP は18年もずっと、福建の第一位である。安慶県は、中国屈指のウーロン茶の産地であり、他にも新港などの靴、中国の三大産地の一つ、南安の石材、特化圏などの磁器、中国の三大産地の一つ、英春県の巣、中国の四大名巣の一つなどを有する。 主に語の敏南語が話される、敏南語を用いた伝統芸能が盛んである。無形文化財に相当する国家級非物質分解散に指定されている、南音、先週北館、先週白宗舞、離縁儀、高校儀、下派、先週久下仙木偶儀、新行、固定木偶儀、指人形劇、恵康の石彫り、先週花刀、特化時期の焼き物技術、 めぐみやすの女服飾、打浄儀、ゴースト剣、水密、格装伏線製造技術、ウーロン茶製造技術、敏南伝統民家建築技術、霊源の時茶、南やへと抜け抜け等、この漁村女性の習俗、泉州、利高下から国史、切り紙、木の人形の頭の彫刻、安海、蓮の習俗などがある。国家90点文物保護単位、泉州博物館、 豊沢区中国大園博物館、豊沢区泉州海外交通史博物館、豊沢区泉州歌教歴史博物館、豊沢区泉州イスラム教博物館、豊沢区。夏季の高等教育機関をユース。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。